サイバー犯罪への対策を中小企業に進めてもらおうと三重県警は今日サイバーセキュリティ対策についてのオンラインセミナーを開きましたセミナーではサイバー犯罪に詳しい専門家がランサムウェアを使った犯罪の手口や対策についての講演を行いましたサイバー犯罪についての中小企業からの相談は増加傾向にあるということで三重県警は今後もこのようなセミナーを開催していきたいとしています